おいおいおい、クマさん。待て待て待て、どうして？ああ、あれになるか、嵐になるか、血なまくさい荒神山。うまくわびは、かなやいいがな。でもお前さん、清水の親御さんは、子分思いじゃ有名な方じゃないか。三陽座がなくなるということは本当に寂しいです。まあ、お客さんね、本当に今日はありがとうございました。